遊泳体育祭レッツストーリー。2回戦、忘れもしない僕と轟くんの試合だ。試合前に轟くんが話してくれた父エンデバーとの確執、我が子に自身がなせなかった打倒オールマイトを押し付け、自尊心を満たそうとする父への剣を突走を。試合中轟くんは全力を出してくれなかった。否定するなんて言いながら、結局轟くんは自分自身で縛りつけていたんだ。全力も出さずに一番になる、ふざけるなって思った。でもそれよりも僕は彼を、みんな本気でやってる、勝って目標に近づくために、一番になるために、半分の力で勝つ。まだ僕は君に傷一つつけられちゃいないぞ。全力でかかってこい。俺はこいつを、親父の力を、君の力じゃないか。勝ちてえくせに、畜生、俺だってヒーローに。通過点だ。頭が左で待てろ。氷結、まずは右、氷結、ここいる、凍結しろ。まずは右、頭が燃えろ、左で、まだだ、まずは俺の力だ。まだだ、全開だ、最大出力だ、どけっだ。辛い時こそ、まずは右手だ、でかくて、だったら俺は抱えんで。まだだ、手加減する気はねえ。こちらから、まずは右、待ったれ、はい、持てる力を、手加減で、もらった、俺の力だ、まだだ、ここいる、このタイミング、凍結しろ、強くなりたい。期待に応えるか。アメージングニューストーリーズ。すごい。何笑ってんだよ、その怪我で。この状況でお前イカれてるよ。どうなっても知らねえぞ。ミドリア、ありがとな。轟くんとの壮絶な激闘の果てに敗北。僕の体育祭はここで終わった。本気の轟くん、すごかったな。試合の後は本当に悔しかった。オールマイトの期待に応えられなかったから。でも余計なお世話はヒーローの本質だ。そう声をかけてくれたオールマイトの言葉が胸に染みた。この試合での怪我はいつもより重くて、リカバリーガールからは以降の治癒を断られてしまった。これからは負傷覚悟の破滅的なやり方ではなく、別の方法で僕のやり方を見つけないと。